程度が2017年初の店舗ナンバーワンに輝いた。なんであれも当たり前なんで、もちろんスタッフも、来てくれてる、応援してくれてる子たちも波があるんで、あとは下がった時のやっぱりこの上に上がる、もう一回持ち直すっていう脚力ですよね。そこがない店舗はだんだん消えていくと思うんですけど、ミーティングとかで、次は上がるしかないっていう話もちろんする時に、もうみんな全く同じ気持ちだったんで、ぶっちゃけ0から1っていう差はちょっと大きすぎですけど、3月の最下位からの猛烈な巻き返しで勝ち取ってみせた。でもやっぱり良くない時っていうのは人も離れていくし、発言力ももちろんなくなるし、やっぱり登るのって難しいと思うんですよ。でもその時になんかみんながより一体化したからっていうぐらいの感覚にこう完全に伝わったんで、そこはなんか一個嬉しかったです。悪い流れの時こそ力が試される。気持ちを一つにし逆境を跳ねのけてみせた。目もゆらゆらしますし、もう全体的にすごいいいんで、僕が見てきたタッグの中で一番って言っていいほど、もう最高の状態なんで、もう彼も負けないと思います。相澤拓が上り調子の今、店舗としても負けられない。まあ、絶対負けないですね。2017年4月の店舗売上ランキング第6位、順位変わらずドラゴン。第5位、順位変わらずドキドキのプログレス。第4位、順位変わらずワッツアップ。4月のトップ3はこの店舗だ。代表矢吹雄太率いるスペシャルワン、ドキドキゴーファースト。代表万歳高弘率いる2年連続最優秀店舗、ドキドキゴーセカンド。代表結城拓也率いるノービスファミリー、東心斎橋遊戯クラブスペード。4月の店舗ナンバーワンに輝くのは。第3位、ワンラックダウンスペシャルワン、ドキドキゴーファースト。第2位、ワンラックアップ2年連続最優秀店舗、ドキドキゴーセカンド。第1位、V2 達成、ノービスファミリー東心斎橋遊戯